こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員足塚がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。5月1日水曜日、豊玉姫神社において献茶祭が催されました。献茶祭は88夜に合わせて行われ、神前に新茶を奉納し祝詞をあげることで今年の収穫への感謝の意を表します。神前に新茶を奉納します。4月に行われたお茶の初入札では過去最高額を記録し、今年も大変良質なお茶が奉納されました。玉串を奉納し祈願することで来年の豊作への祈りを込めます。神事では嬉野に茶の栽培を広めたことで茶祖と呼ばれた吉村新兵衛をはじめ、嬉野茶の発展に尽力した先人たちの功績を称え感謝し、これからの茶業振興を願います。今回で54回を数える献茶祭には、今年もお茶の生産者をはじめとした関係者の方が参列されました。皆さん、改めましておはようございます。本日ですね、献茶祭がこのように盛大かつ厳粛に取り行われたことをですね、心よりお喜びを申し上げたいと思っております。また文化という側面からも見ればですね、この嬉野のお茶のみならず九州の茶文化というのはどこも500年600年というですね、歴史を積み重ねてきたところでもあります。ご承知の通り、嬉野茶におきましてもですね、海外に輸出をされ世界を席巻したですね、歴史もあります。今一度ですね、市民の皆さんもそういった歴史に思いを起こしていただいて、そしてまたですね、次世代にそのバトンをつないでいくことをですね、意識するために、私どもといたしましても文化の振興の側面からも今後お茶の振興を図ってまいる所存であります。たまり茶ということでですね、全国でも 3% ぐらいの生産なんですけど、特にまあ若玉のようなですね、形をしているわけですけど、そうなるとおのずとですね、適材を若干若めで積まないとですね、形にならないということで、よその産地に負けないようなですね、濃厚なまた香りのあるですね、お茶が今生産をされております。まあ、そういうようなことでぜひですね、昨年もまあ全国の品評会では釜入り無水たまり茶ともですね、日本一というお墨付きをいただきましたので、ぜひですね、嬉野茶を味わっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。献茶祭は嬉野茶の発展に尽力した先人たちの功績を称え感謝の意を示す場でもあります。先人たちが起こし守ってきた味と効能をより多くの人に届けられるようになればいいですね。こんにちは、観光商法課のロムです。今日はカフェ国際人のご案内をしたいと思います。 Hey guys, I'm Damo from the Tourism Commerce Division in Relational City Hall, and I'd like to tell you guys aboutカフェ国際人でね。カフェ国際人はコーヒーを飲む場所ではありません。嬉野市に住むいろんな国の人が集まっておしゃべりなどを楽しむ日本語教室のことです。この教室では優しい日本語を使いますので、皆さん気楽にご参加いただけます。 Unlike the name implies, カフェ国際人 is not a place for drinking coffeeIt's a Japanese class for everyone, and we can play games, chat, study Japanese, and much more. We use simple Japanese here, so anyone can participate. カフェ国際人では、
いろんなことをします。At Cafe Kokusaiji, we do a variety of activities. 一緒にボッチャを楽しんだり、We play games like ボッチャ。防災マップを見て、住んでいる地域の状況を調べたり、We study the disaster map together, so we know what to do during an emergency. カードゲームを楽しんだり、We enjoy card games. 私が日本語の授業をすることもあります。And of course, we teach Japanese as well. カフェ国際人は、嬉野町で1ヶ月に1回、塩田町で3ヶ月に1回開いています。カフェ国際人の今後のスケジュールはご覧の通りです。We hold this class on the second and fourth Mondays of every month in 嬉野 town, and once every 3 months on the third Sunday in 塩田 town.This is the schedule for Cafe Kokusaijin. お問い合わせは嬉野市役所観光商工課までお願いします。また、Facebook でも情報を伝えしておりますので、そちらもご覧ください。If you have any questions, please contact us at the Tourism and Commerce Division in 嬉野 City Hall. And we have a Facebook account as well, so check it out!外国から来た人も地元の人もたくさんの方に来ていただきたいです。皆さん遊びに来てください。We want a lot of people to come and have fun with us. So come and join us. うれしの市役所広報広聴課からお知らせします。うれしの市では市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。5月の休日在宅当番員はご覧の通りです。小児時間外診療はご覧の通りです。5月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションはいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。